ユーストリームを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井出隊長の今3時そうね、大体ね。さあ今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井出隊長が、サザン、ラーメン、本をテーマにお届けする60分番組です。1時間の生放送ですので、チャットやツイッターの方でどしどしご質問ご意見等々お待ちしております。はい、今日の、アシスタントは森見春菜ちゃんです。はい、森見春菜です。よろしくお願いします。なんか最近忙しそうだよね。はい、なんかちょっと雰囲気変わったと思わない？吉田君。そうですね、ちょっとなんか大人っぽくなってる。芸能人オーラが最初から大人が大人ちょっとずつ出てきたんじゃないかなと思いますけどね。連ドラもねやってんでしょ、はい、今やってます。撮影いつからやんだっけ。1月7日からね。はい、誕生日だ。あ、本当？すごいすごい。うん、昼ドラでしょ、はい、フジテレビの昼ドラの揉める角には服来たる、そうです、これに出てます。なんで俺が全部言わなきゃいけないでしょうか。そうよろしくお願いしますよ。1月から、ね、何役で出るんですか。弁護士です。弁護士役、かっこいいですよね。そんな森見春菜ちゃんでございます。はい、はい、今日はですね、青山から生放送で、こちらは青山にありますカフェファクトリーさんでして、渋谷区渋谷 2-8-7 で、桑田さんの通ってた青山学院のすぐ近くにありましてですね、まあ、サザンのゆかりの地のすぐ近くにある喫茶店です。素晴らしい、喫茶店ですので、コーヒー、アイスコーヒーの氷もコーヒーというですね、薄まらないアイスコーヒーが自慢のカフェでございますので、ぜひぜひ遊びに来てください。さあ今日のゲストはですね、ついに来ました、この人が。はい、この人の本を結構ね紹介してきましたよ、この番組で。ありがとうございます。ついに著者さんがやってまいりました。車椅子のカウンセラー長谷川康三さんです。はい、どうぞよろしくお願いします。そして、長谷川先生の担当編集の吉田慎君も一緒に来てくれました。まあもう12月になりましたけれども、今年は忙しかったですね。先生忙しかったですね。ね、もう何を隠そうですね、この命のカウンセリングというね、これ先生書いた本なんですけども、はい、こちらの本が今年の夏の、はい、日テレの24時間テレビのドラマの原作になりましてですね、はい、まあこれが決まってから先生はもう、車椅子ですけど馬車馬のようにですね、はい、働きましたね。働きましたよ。いやー、だから今日はこの辺のお話もですね、ゆっくりほら話してる時間もないから、はい、だからあのこのねドラマ終わってからやっぱり公演が殺到しちゃって、うん、つい先日まで、ね、全国公演というか、もう、そうなんです、17箇所、はい、すごいですね。北は、青森、はい、南は九州、佐賀県まで、はい、行ってまいりました。17ですよ。全国47あって17ですからね、2ヶ月で。すごいです。ハウンドドッグ並みですよ。全盛期の。すごいですね。日帰りですから、日帰り。で一人で行くんですよね。そう、一人で行って、まあ、いろんな人に車椅子を押してもらって、うん、駅員さんとかにもお願いします。この間ね、びっくりしたのはね、はいはい、佐賀県に公演に行ったんですよ。はい、ならね、シチュワーデスさんや、うん、グランドホステスさんが僕のことを知ってたんです。うんうん、おっと。で、みんな長谷川先生、明日頑張ってくださいね。なんで知ってんねん、俺ってすごい有名人やんかと思ったら、空港にポスター貼ってました。あ、空港にポスター貼られたんですか。そっちのがすごい話じゃないですか。うん、でみんな知ってるんやみたいな。空港になかなか貼れませんよね。はい、すごいですね。そんなすごくなってたんですね。ちょっと会わない間にすごいな。やばい、サングラス閉めた、ね、なんかチャット来てますか。来てます。はい、チャット77プログラムさん、こんにちは。こんにちは。3時に会いましょうっていうのと、はい、車椅子の移動は飛行機が一番。どうなんですか、その辺。ちょっとあれですね、新幹線とか車とかありますけども、一つだけいいのがあってね、うんうんうん、飛行機もいいんですけれども、はい、東海道新幹線、うん、そこ個室が借りれるんですよ。お、1000円払うと。これ東海道だけなんだけど、でベッドになる。で寝て起きたらもうついてるみたいな感じで、まあ、どこでもドアみたいなもんですね。楽ですね。それはね、東北とかはないんですけど、ね、はい、東海道だけ。大阪なんか行くときはもうね、もう
寝て起きたらついてる。そうそう、僕5分で寝ますから、はい、ホテッ、あ、着いたみたいな、どこでもドア、タラララララって感じで、はい、うん、で移動の時に寝る。うん、いいですね、うん、それは瞬間移動ですよね。そう、飛行機でももう目つむってすぐ寝て開いたらもうついてる。離着陸ね、離着陸、うん、は関係ない。ゴーって上がってる。ゴーとともにです。ゴーとともにゴーみたいな。なるほどね、すごい幸せじゃないですか。そうなんですよ。あなたは芸能人ですかって言われるぐらいに器用ですね。そうそう、ね、あの移動時間に寝る癖がつきました。なるほど、はい、という長谷川先生ですけど、まあ、本のことも知らない人もいるからね、これはやっぱ編集の吉田君に解説していただきましょう。これどんな本なのかということでね、はい、はい、まず1冊目に出たのはこちらの命のカウンセリング、これですね、はい、これはまあこうテレビだとこの映像だと分かりますから、ね、この先生車椅子なんですけども、はい、やっぱり昔バイクに乗ったりですね、いろいろと悪さしてた頃にこう事故を起こしてしまいまして、うん、もう一生歩けないと、君は一生車椅子の生活だと、うん、いうことを言われてですね、でも本当に絶望したらもう何もできないじゃないかと、うん、でもう自分は死のうと決めて福井県の東尋坊っていうところに自殺をしに行くんですね、行くんですけども、そこでいろんな人たちがこう車椅子をしてくれたり、うん、君何しに来たの、こんな一人でと声かけてくれたりとかして、いろんな人の温かさに触れてその自殺を思いとどまると、うん、他にもまあいろいろ苦しいことたくさんあったんですけども、そういったことをいろいろ乗り越えていくうちに、本当に困った死にたいと思っている人たちの命を救うというカウンセリングという仕事に巡り合うんですね、うん、そしてカウンセラーとしていろんな人の命を救うためのカウンセリングをしていく様子、そういったものをですね、実際にまとめたのが実際の臨床例、はい、あのテープ起こし近いぐらい、うん、リアルに再現されてるんですよね、まあ、公開済み OK っていう、うん、あのテープがあって、はい、あの本当は守秘義務であって言っちゃいけないんだけど、もうあの大丈夫ですよっていうのが何本かあって、うん、それをね、吉田さんに送りつけたんですよね。そうですね、これを本にしたいって、うん、これを残さなきゃいけないって思って で吉田さんが、うん、本じゃやりましょうかっていうことでできた本なんですよね、うん、で僕はね、ボケたことを言ってました、はい、まだ出版のことをよく知らないんで、吉田さんにまずは社内釣り広告ですよね、本が出たら社内釣り広告ぐらいやってもらえるんですよねってことですね。そうそう、当たり前だと思ってたんで、はい、まあ優に3万部は、すみますよねとか、はい、まだ初めて書いた判断、はい、まあ、ゆくゆくドラマになりますかとかね、夢みたいな話を で吉田君は全部無視してたわけですね。全部ですね、ああそうですねと言いつつこうあの右か左に受け流してたわけです、ね、車内釣りってのは電車内、あの JR でも地下鉄でも出すだろう、結構目につくじゃないですか、ものすごいたくさん人が見ると、まあ、見る分当然その経済力高いんですよ、すごい額なので、こういきなり初めて本を出す人で社内広告、本を作るより高いですからね、あっちの方が本作るより高いんですよ、ものすごい高いんで、いきなり何をおっしゃるというのはこう口に出さずにこう、まあ、考えましょうと言って、それが2年前の話です。そうですね、2010年です、はい、2010年で全く売れずに、はい、全く売れなかったらしいですね、山ですよ。まあ、いろんな人の評価はいいんですよ、オール5、うん、でも広がらない、なんで売れへんねやろって思ってる時に、はい、まさかの、うん、この辺からは井出さんが知ってる。そうですね、だから僕もね、この本僕まだ入社、あの朝出版入社して2年半ぐらいなんですけど、知らなかったですもん、入ってる存在自体ふで知らんなと思ってて、でなんかそんな、ね、ドラマ化の候補に上がってるみたいな話があって、で読んだんですよ。そしたら本当にドラマみたいな本だなと思ったんですよ。本当に嘘も何もないんですよ、全部ノンフィクションのねお話なんだけど、ドラマみたいな話だなと思いながら読みましたら、ドラマになるなんて話になりましてね、急に、びっくりしました。で先生の自宅にね、所狭しと人が集まり、僕の部屋って一人暮らしなんで狭いんですよ。で、まあ、ゆっちゃんですけども、木造のアパートみたいなところでね、あの人を座るところがない、椅子がない、
前は事務所あったんですけど、事務所もないから、でみんなどこに座ったかというと、僕の介護ベッドの上にずらりと座ってそのプロデューサーの人たちが、そうですね、本当名だたるプロデューサーの皆さんですよ、日本テレビのが、すごい、まだ内緒にしておいてくださいね、実は日本テレビの24時間テレビのドラマに決まりましたで誰にも言わないでくださいねっていうので、僕うわーこれ言いたいけど言えないんやみたいな、もうトイレでこもってもう言えないみたいな、王様の耳やロバの耳みたいな感じです。かわいい。もうドアや窓も全部閉めさせられましたからね、本当に。そう、もう漏れたら本当に首が飛ぶと。うん、そうそう。で二宮さんが番組宣伝をやったんですよ。その瞬間やっと言えるみたいな、やっとこれで言えるんやみたいな。嵐のね、はい、二宮くんが、はい、あの主演してくださったんですけれどもね。はい、くださいましたね。もう忘れもしないあのスカイツリーの開業の日ですよね。そうですね。5月の22日のね、その日がね吉田くんの誕生日だったんだよ。で吉田くん生誕30周年とか言ってね。なんかね言ってたんですよ初め。いや僕はねもう生誕30周年でねスカイツリーも開業するから僕は休みますからねとか言ってアホみたいなこと言ってたらそんな場合ではなかった。もっとすごいね誕生日プレゼントが来ましたね。なんとね、その瞬間に今までコツコツ営業を続けてきて、うん、売れてきた本の発注の倍、その日だけで。その日だけですか。だけで。造反に次ぐ造反。そうです。あーという間に13番ですか、ぐらいですかね、ぐらいですか、忘れちゃいましたけど、あんまり番もう吸っても吸っても追いつかないぐらい売れちゃったんですよ。そうなんですよ。で言うてたその最初バカに来てプッて言うてた社内釣り広告丸の内線っていうところでドーンって。そうです、ね、それもこんなんじゃないですよ。こんなでっかいのが、うん、でドラマ化もされて、嘘から出た誠じゃないけど、僕読みましたよツイッター、あの吉田さんのまさかなるとは口に出してみるもんだなとつくづく私は思いましたって書いてたでしょ。書いてたでしょ。書いてました。うん、まあそんな感じの曰く付きの、もう曰く付きとかいいね、曰く付きの、はい、そうです、あの本なんですけど、うんうん、これもだから普通のまあドラマっていうよりはちゃんと今年の24時間テレビで未来っていうテーマでね、うん、まあ、きちんとそのチャリティードラマとしてあの先生のこのご意向にも沿う内容でね、あのドラマ化されたから良かったですよね。先生の広めたい内容が広まったって、うん、まあ、もちろんドラマ化されたのはすごいんだけど、先生が全国に広めたかったことが、そうそうそう、あの全然売れなかったやつなんだけど、このドラマ化でね、あの広くこう日本に知れたっていうことが良かったですよね。そうなんですよ、うん、で僕はあの自殺遺族のカウンセリングっていうのをずっとやってるんですね。でその悲痛なる叫びっていうのをね、まあ知ろうと思ってる人にとりあえず聞いてくださいよって、うん、悲痛なる残された人の声をっていうのをこの本でね書いてたんですけれども、ちょうど二宮さんがね、うん、薬島さんとの名シーンがありまして、はい、うん、そこでそれを再現してくれたというね、うん、あのすごいそれが嬉しかったですね、うん、ドラマっていうのが、まあ、2時間足らずのドラマを、まあ、その2時間っていう時間の中で長谷川さんの言いたかったことをこうかなりうまく凝縮してくださいましたね。そうそうそう、いろんなことをミックスしてですよね、うんうん、やっていただきました。だから脚色というよりも工夫というか、そう、ね、ね、あの、まあ、嘘ではないんですけど、例えば僕が二人役みたいになってたりね、うまいこと絡めながら作ってくれた、うんうん、フィクションだけれどもできるだけノンフィクションに近い形で作ってくれたのがこのドラマで、うん、車椅子で僕は空を飛ぶっていうやつで、はい、もう今はレンタルもされてまして、はい、たくさんの方が見てくださってですね、うん、感想なんかもいただいてますけれども、はい、まあいいものができたなと。そうですよね、まあ、さすがですよ、はい、二宮さん、さすがですね、演技力がね、
うん、顔も綺麗な人でしたよ、はいはいはい、ね、薬師丸さんはね、人懐っこい人やった。薬師丸さんとは随分なんかお話されてましたね。そうそうそう、世代としてはやっぱ薬師丸世代の方が近いですから。そうなんです、もちろんセーラー服と機関銃の世代だったんで、テンション上がる上がる、うわー薬師丸さんやーみたいな、で2人で長話してて ね、 しましたね。だからもう冗談とか言ったらもうキャッキャ言うながら僕の足叩くんですよ。まあ、まあ、もうで、あの24時間テレビの時に僕に与え印象はっていうところで、もうかなり親しみやすい人だったみたいな話をしていただいて、うん、まあ、すごいね、嬉しかったです。うん、あの、ドラマの翌日にはね、あの武道館に実際にあの一緒に行きましたけども、どうでしたか、あの武道館のステージ立って。それよ、もう何や今、はい、僕原作者ですよ。そうですね、その話は忘れてました。、はい、原作者で、でなんとなんと、はい、ドラマを見たのはテレビで当日にそのみんなが見たのかと同じ時に初めて見たというホテル。この2人はもうすでに見てるんですよ、あの試写会でね、うん、試写会で、なんで僕が試写会に行かないんだろうみたいな。まああのね、あの車椅子でもすぐ分かってしまいますから、はい、まあ、なんか先生がなんか来たらまあ大変なことになるよみたいな話もあったんですよね。そうそう、だったんですけども、ね、で見てね、興奮して寝なくて1時間しか寝なくて顔パンパンに腫れて、それで主演パンパン出演でしたもんね。顔がもうボコボコに腫れてて、うん、すごい顔になってましたけどね、はい、まあ、そんな感じの24時間テレビので話題になった本で、ありがたいことにたくさんの方に読んでいただいて、ね、あのなんか夢が叶うというか、諦めないでほしいなと思う。僕は、まあ、本を書くことでドラマになること、でそのドラマを通じて、その自殺遺族のね、あの声をこう届けたいとずっと何年も前から言ってたんですよ、はい、で前の人はまた言ってはこの人って、うん、嘘やなみたいな、また、ほら吹いてみたいな、でもなりましたからね、なりましたね、言い続けることが 大事かなって、うん、思います。うん、よかったですよね、本当に、よかった。今日僕こっそりチャリティー T シャツ着てきてます。わお、懐かしいね。全然気づかなかったんですけど。懐かしいやん。こっそり。自分やるやん。なかなかエッセンスしてるやん。そう、森見春奈ちゃん持ってるんですよ。持ってるんですよ。チャリティー T シャツ。持ってるんだ。そうなんですよ。家でね、T シャツ着てながら見てくれたそうです。そう、みんなでなんか10人ぐらいで集まって、なんか行ったら T シャツ配られて、これ着てくださいみたいな。食べながら、こう、鍋食べながらドラマを見てたって。そうなんです。そういう人がいっぱいいたんですよ、きっと。そうですね、なんか嬉しい話ですわ。うん、吉田君からももう編集としてさ、お礼を言った方がいいんじゃないの、今日見てる人もいると思うから。あ、そうですね、うん、本当多くの方にこう見ていただいて、こう買っていただいたからこそ今こういう場もあって、多くの人にまた広まっていくっていう機会をいただいてるもんですから、す、ね、ありがとうございます。本当ですよね、よくね、いきなりの僕の電話でね、よく乗ったよね。そうですね、本当ですね。今思うとビジネス書の朝出版が、そうなんです、ヒューマンドラマでしょ。ね、そうですね、今思うとなんか縁があったんでしょうかね。そうですね、そうですよ、きっとね、この二人と何十回会ったことか。本当ですよ。そうですな、ね、それあの編集の段階じゃないですよ、はいはい、それ弱った段階で、それから何十回会ったことかっていうぐらい、もう家族のようにお二人とはお付き合いさせていただきました。楽しかったですよね。なんか読書感想文いっぱい書いてくださったみたいなんですよ。そう、かなりの、中学高校生の方たちが読書感想文に書いて、提出したみたいでね、結構読みやすい本ですね。いや、っていうかね、吉田さんがね、それね、かなりね、やってくれたみたいな。あ、頑張ったんだ。あのツイッターでね、読書感想文のより良い書き方みたいなのをね、やってくれたおかげで、もう全国でいろんな子供たちが書いて、もうまるで、まあ、それで賞を取った人もいるらしいんですよ。うん、と、あの、まあ、生きる
まあ、死ぬって一体どういうことなんだろうということで、うん、子供たちが真剣に向き合ってそれで賞を取ったとの話も聞いております、うんうん、で、今の講演もね、うん、そのおかげもあってか、教育委員会からの、はい、あの依頼がすごく多いんですよ、うん、学校とかもね、うん、小学校、高校なんかも行かせてもらったりね、この本はそういう子供たちまでも読めるように内容がこうなってる、わかるんでしょうね、うん、そんな感じで広まっていってます、高校生の方たちもたくさん読んでいただいてますね、うん、なんか小学校の講演も結構大受けらしいじゃないですか。ああそうなんですね、小学校の子に分かるかなと思って、うん、そうですよね、こう初めてですね、6歳の子に何を話したらええんだろう、6歳ですからね、ええんだろうって、うん、で6歳の子に焦点を当てると12歳の子ってもう大人じゃないですか、うん、だからそのどうしようかなって初めての経験をさせてもらったんですけども、うんはいはい、なんか僕の言葉がみんなのハートにも響いたみたいで、いっぱいあの今コピー取ってくれてるんですけど、うん、全校生徒から感想文がもうじき届くことになってます。嬉しいですよね、うん、嬉しいですよ。で一度この公演の波が一回今落ち着いてるんですよね。そう、うん、来年の、1月26日からまたスタートしますけど、はい、今年の先週の土曜日で、はい、一旦終わりということで、うんはい、やっと落ち着きました、はい、今までお待たせしました、クライアントの皆さん、ろくに東京にいなかったもので、うん、カウンセリングの役なんか取りにくかったと思うんですけれど、うんうんうん、1月26日まで、12月これからですね、空いてますので、スカイプ、電話、面談、カウンセリング、予約取れますんで、また入れてやってください。みんなね、先生忙しいですからねって、ごめんなさいっていうのが多かったんですよ、うんはいうんね、本業はカウンセラーなんで今がチャンスですね、はいはいはい、よろしくお願いします。それでまあこれをたくさんの方に読んでいただいて、まあ、10万部ですから相当な人に読んでいただいて、先生内容が足りないよとこれでは、うん、っていう声が多かったんですよね。多かった、まあ、いい面でもあるんですけど、はい、あっという間にすぐ読めちゃったよ、読めちゃった、もう内容がもうちょっと欲しいっていうない方が多かったんで、はい、で出ました、出ました、それが続編、はい、車椅子が教えてくれたありがとうというタイトルがついてるんですが、はい、実質命のカウンセリングのパート2と考えていただいても結構でしょうか、はい、まあドラマになった経緯とかも書いてますが、うん、主に、前はねグループカウンセリングの、はい、症例を書いてたんですが、今回は個人一対一のカウンセリングをメインに、まあ、命っていうのは一体何なんだろうっていうこととか、そういうことについて、書いた本です。またよろしかったらぜひ読んでやってください。はい、はい、吉田君なんか補足することありますか？いや、大体もう、はい、まあ、なんか1巻読んだ人も その2冊目読んだらこの話もどっから聞いたなみたいなことは全くないので、あ、全く別の本当に完全オリジナルの話をまた、うん、だけを入れてますんで、はい、でカウンセリングの勉強とかされてる方にはいいかなって、はい、まあ、いろんなカウンセリングがあるんだけれども、はい、あ、こういう方法もあるんだなっていう、勉強に教科書の一つに入れてもらえば、まあ、20年間僕がやってきたことの中ですけれどもね、うん、なれればいいなと思ってます。皆さんの参考になれればとも思っています。でカウンセリングをまだ受けたことがない方に、うんうんはい、これを読んでると、うんはい、なんかね自分がカウンセリングを受けたような感じがするっていう声が多いんですよね、はい、そういうカウンセリングを受けようかどうかどうしようかって悩んでる方にもいいかなと思って一旦読んでいただいて、そうそうそう、はい、こういうカウンセリングもあるんだなっていう、うんうん、涙しながら、ね、読めるそういう感動の名作になるように、一生懸命書かせてもらったものです、はい、で
ね、また売れたらいいなと思ってます。はい、はいはい、そこで、はい、ちゃんと来ましたか、はい、新谷商店さん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、うん、音は出せないけど休憩中に見てるよ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、そうですか、よかったですね、ええ、なんかドラマになるときに一番先生が心配してた、うん、あの僕役が二宮君で苦情来ないかなっていうのは結局来ませんでしたね、来ませんでしたね、よかった、もうほっとしましたね、うん、まあ、僕は二宮君の年齢というか車椅子になったときは体重が半分で、はい、じゃあ、いや、ここは加藤ここを言うとかなり、そういうふうに言うと逆に来ますからね、僕はいい話だったなってことになってるから、はい、でいいんですよ、体重が半分で、ね、あれだったんですけど、いつの間にかこう年齢とともに立派なおじさんになりまして、お腹の方も立派なおじさんなんて、はい、全然違うやんかとか言われますけど、はい、ごめんなさい、これが本当長谷川康夫です。これでもおじさんになるまではまだね、あのドラマ追ってないから、うん、謎のままですよね。そう、 YouTube ではね、はい、あの昔の写真が出てます、はい、まあ、それを見て想像してください、はい、痩せてはいたよっていうことですね、とりあえず、はい、本当に見ていただいた皆さん、はい、ありがとうございますね、ありがとうございます。本をまだこう読んでない方もぜひぜひ読んでいただけると、本当にね、うん、あのちょっと考え方変わると思いますからね、本当にここにも書いてありますけど、すべてのことに意味があるっていうか、だからあの、うん、長谷川先生は車椅子になってよかったと言ってますから。そうなんですよね、ね、車椅子生活になってなかったら僕は一体何をやってるんだろう、うん、人を恨み、世を恨み、親から捨てられ、多分ね、ひれた人生を送っていたと思います、うん、孤独、誰も信じられない、うん、でも車椅子になったからこそいろんな人に助けを求め、うん、ありがとうと言い、それがつながっていってね、で今ではね、車椅子が前、昔は車椅子が人と自分を隔てる壁やったんですよ、うん、ところが今はね、この車椅子が人との接着剤みたいになってる。車椅子を押して ありがとうございます言うでしょ、だから次の時会った時に長谷川さんって向こうから声かけてくれるんですよ、うん、また押しましょうかって、なんかね、それを考えるとね、うん、世間でそんなに冷たくないんだなって、うん、誰かの役に立ちたいと僕ら全員思ってるのかなって、人間の本質ってそうなんかなって、うん、そう思えるようになってきたんですよね、うん、それが本当に車椅子が教えてくれたありがとうっていう、まあ、タイトルそのものなんですけども、うんうん、そう思っています。そういうことですよね、はい、なんかわざわざ不良の兄ちゃんとかに声かけるらしいですね。そう、あの金髪の兄ちゃんとか金髪の兄ちゃんとか金髪の兄、金髪ばっかりちょっと兄ちゃん、そう、僕ですかって、はい、助けてください、いや車にそうしたことないんですけど、いや、こうしてこうしてこうするんだよって言った、あ、分かりましたって、あ、分かりました、その子のね、表情が変わるんですよ、うん、ありがとうって言った時ニコって笑う、うん、で、会ったら、次会ったら向こうの方からうわーって、長谷川さん今日も車にそうしましたかって感じで、すごいね、え、もう彼らもやっぱり誰かの家族に立ちたいんだなっていうのがね、うん、そこでなんかわかるんですね、で人ってあったかいなってこう車椅子が教えてくれてるような気がします。うん、そういうことですよ、なんか思っててもやらない人とか多いじゃないですか、うん、今の世の中でも、なんかそのきっかけをこう彼ら多分もらって、うん、やることによって、もしかしたら他の人にも自分からやれるようになってるかもしれないですね、うん、閉じてるのも開くんでしょうね、みんなね、車椅子慣れてないだけなんですよ ね、 そうですね、うん、慣れているものに関して僕らはどんどんと向き合うけど、慣れていない苦手なものからは遠ざかる、うん、だったとしたら、うん、僕が車椅子で出かけていってみんなに車椅子に慣れてもらおう、それが目的で一人で全国巡業やってるんですよ、助けを借りながらそこに到着するってことですよね、ねえ、そこにあの
まだ使ったことのない昇降機なんかがあるんですね。昇降機で車椅子を上げる機械ですよ。氷がかぶってあるんですよ。でわざとボタンを押してあの車椅子を乗せてくださいと言うと、案の定使ったことがない、こんな分厚いこう説明書を持ち上がるね、そのおじさんが上げてくれるんです。で上げてくれた後、今度からは任せてくださいね、しっかりしますからっていう目が輝いてるんです。で次の時行くでしょ、埃なんかかぶってません、ピカピカ磨いてます。これがね、なんかね、まあバリアフリーなんだけど、心のバリアフリーにつながるのかなって。健常者と障害者の壁みたいなのがこう薄まっていく、そういう活動として僕は一人で、ね、全国回るっていうことをやっています。はい、うん、車椅子の人を見つけたら押してあげましょうね。うん、面白いですよ。はい、交流しましょうね、ということですね。はいはい、ということで、じゃあ、うん、とりあえず次のコーナーに行きたいと思います。はい、ラーメンのコーナー。先生ラーメンお好きなんですよね。大好きです。ショックでした。大阪にも結構、大阪出身ですもんね。うん、はい、大阪出身で、はい、大阪にも美味しい、ね、関西圏にはラーメン屋がたくさんあるんですけど、はい、東京のラーメンはうまい。うまいですよね。うまい。うん、特に家系がお好きなんですね、横浜家系が。そうそう、あの家の近所にあるんで、はい、いっぱいあるんですけど、まあ、家系とかしょっちゅう行ってます、ね、家系の話ばっかりしてますもんね。そう食べ方があってね、海苔に油をつけてそれでご飯を巻いて食べる、うまいんですよ、うまいんですよ。あときゅうりをきゅうちゃんを乗っけてね、そう、うまいんですよね。今きゅうりのきゅうちゃん食べ放題じゃない、ですよ、ね、じゃないじゃなくなったなくなったって。いや、だいぶ食べる人がおるんですよね。あ、まあ、先生家の近所はそれ封じられたわけですね。そうですか。あの食べ方は鉄板ですからね。いや、先生も食べてるラーメン、そう、ね、それを今日紹介していきたいんですけども、はい、今日はちょっとね、できたばかりの新店なんですけども、はい、神保町にあります、初代風緑というお店でございまして、はい、12月の3日にオープンしたばっかりでございまして、神保町といえば、まあ、吉田君、はい、書店の街ですよ。そうですね。あ、そうだ。そしてカレーの街なんです。カレーですよ。あ、そうだ。書店とカレーに溢れた街なんですけど、実はラーメン屋も結構溢れてましてですね、競争が激しいです、うん、その中にこの風緑ができたんですけども、激戦区なんですよ。はい、で最近流行りのですね、これ鶏白湯というね、鶏をこうずっと煮て炊いていって、こう白濁するまで煮ていくという、うん、まあ、鶏白湯の、まあ、新しいお店なんですけれども、神保町駅から徒歩5分ぐらいの場所にあります。でこちらがですね、味玉濃厚鶏白湯そばというやつでして、濃厚って書いたんですけど、思ったよりもさらっとしていまして、女性でも食べやすい味になっています。でかなり鶏にこだわってるなという感じで、その白湯とチンタン、いわゆるその白濁するまで取ったものと、あとは、澄んだスープをこう合わせて美味しく作ってありましてですね、非常に美味しいというのと、あの神保町なんで、明治大学でもありますので学生もいるんで、これはラーメンですけども、つけ麺の方は、400g まで無料ですから、お腹いっぱい食べることもできるというですね、お店になっておりまして、こちらですね、結構、開店前からですね、ここだけの話、結構相談を受けていましてですね、試食会とかも僕行ってですね、これはちょっと合わないよとか、麺はこうした方がいいとか、いろいろやりました。まあ、結構関係者がいっぱい集まって意見を言われてですね、で、開店に至りましたので、まあ、頑張ってほしいなというお店なんですよ。結構若い店長、多分ね、20代だと思うんだけどね、若い店長で頑張ってますんで、紹介しました。はい、鶏も美味しいですからね、美味しいね、行ってみたい、はい、行きます、はい、今日は初代風緑でした、はい、先生今ラーメンの話もありましたけど、大阪といえばやっぱたこ焼きとか、あ、その話はやめてっていうぐらいショックやったことがあるんですよ。大阪でたこ焼き、お好み焼きとか、やっぱその辺が有名っていうかね、と思ってたんですよ、はい、何よ東京でたこ焼きバカ野郎と、バカじゃないの、そんな大阪に叶うはずじゃないじゃないかと思っていて、うん、はい、僕は銀だこという、
有名ですよ、ね、もうとこにドメジャーなねえとこに食べに来ました。はい、一口食べた途端涙が出ました。美味しすぎて美味しすぎて関西にもう負けないというかすでに勝っている、うん、もう1個目にでも敗北を期したわけですと、ね、もう関西のねたこ焼き屋さんに頑張ってほしいです、うん、僕ほんまにね僕のまあ僕自身の味覚なんですけどね、はいはい、もういろんなたこ焼きをいろんなところで食べてきたけども、ね、あんな美味しいたこ焼きは食べたことない。美味しかった。確かにうまいよね。うん、いいんだろうね。大好きです。うん、あれなんだっけ、てりたま？うん。銀だこのてりたまが好きです。てりたまつまんの？てりたま、卵が上にかかってて、あ、そうだね、あのスクランブルエッグ。はい。美味しいです。関西はでももうすごいたこ焼きが多いですけどね。そら元祖もうたこ焼きとか、うん、あのそういう店がたくさんあるんですよ。はい。で。まあ、いろんな工夫をやってチーズを入れたり何やり、うん、まあ、いろんな工夫をした店があるけども、はい、僕は、まあ、どっちかというとラーメンでもそうなんですけどね、惣菜、もともとの、その、なんか、いろいろしてない方がいい。してない方がいい、うんうん、それでうまいかどうかを決めるのよね。それで言うと銀だこはうまい、うん、だからまあそうソースだけでマヨネーズもなしで、うん、まあ、スタンダードにまあ、何もかけずにでも OK なんだけど、うん、うまかったです。あの、うん、カリッとろとろ、あれがいいですよね。あれがでね、あの普通お持ち帰りするでしょ、はい、ならべしゃってこう、うん、なりますね。なるでしょ、ならない、そのままそのまま丸いままで、カリッでちょっと冷たいけどとろは変わらない。あんなのないよあんなのない毎週食べてるらしいですね。はい、毎週食べてます。週に1回、銀だこの日。銀だこの日、すごいですね。お好み焼きはやっぱでも大阪の方が美味しいですか？はい、それは。その代わり、もんじゃは、あの、東京です ね、 ね、それは、うん、僕は思うところね、うん、まあ、僕個人的には秋葉原にある、はい、鶴橋フーズ月っていうね、 あそこに入ってますね、ヨドバシのところに、はいはいはい、2軒くらいしかないですけどね、うんうん、そこはまあ、まあかなっていう、あの京橋っていう公共コリアンタインに、はい、本店があるんですけどね、はい、大阪の、まあチヂミの、進化版がお好み焼きだと僕は思ってるんで、だからコリアンタウンのど真ん中にあるあの鶴橋数で風月本店に僕はずっと通ってたんですけど、はい、そのままの味がね、あの食べれます、うん、それはね、まあ、まだね、まあ、そこはいけるんやけど、たこ焼きだけ甘いなショックやったよカルチャーショックでしたね東京すげえなと、うん、ラーメンとね、ラーメンと、え、大阪に銀だこはないんですか？いや、今あるんじゃない？もうある、今あると思うんだけど、僕らの時は、まあ、出てくる前はなかったですね、うん、あの、先生もあれですか、お好み焼きとご飯一緒に食べるんですか？うん、うん、やっぱそうなんだ、うん、とか、焼きそば定食、焼きそば定食すごいですね、あの、絶対に大阪にはありますよ。焼きそばとご飯と味噌汁がついて、それでね、650円ぐらいでね、ランチみたいなんで相当炭水化物ですよね、うん、確かにそうです、うん、もうそんなこと言えば僕もラーメンとね、小ライスとか大好きですけどね、うんうん、まあ、そんな感じですよね、うん、そうですか。大阪は他にもうこれがうまいぞというのはありますか？大阪で美味しいもの、うん、まあラーメンで言うとね、まあ ラーメンと言っていいのかどうかわからないけど、はい、鴨倉、ああ鴨倉ね、はい、あれをラーメンと言わないという人もいますね。ちょっと洋風テイストですね。そう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 、はい、鴨倉必ず大阪にいたら食べますけど、まあ、行列なんですよね、うんうんうん、まあ美味しいですね、はい、うん、でボテジューっていうね、はい、お好み屋さんがありますね、はいはいはい、まあ、高級お好みなんですけども、はい、まあそれぐらいですかね、うん、金龍ラーメンですか？金龍はね、まあ、立ち食い、なんか飲んじゃうと金龍いっちゃうんですよね。そうそう、ね、うん、金龍も、はい、流れで金龍も行ってみますよね。それもね、うん、キムチとライス食い放題でね、そうそうそう、うん、いや
阪行きたくなってきたな。でもたこ焼きはこっちで食える。そう大阪はね、食い道楽っていうぐらいやから、そうです、ね、だから全国の美味しい店が集まってるんで、はい、そこそこ、うん、まあまあうまいんですよ、うんうんうん、飛び抜けてっていうか、そこそこまあまあうまい、うんうん、美味しいものはあります。なんか結構行ってもどこに入ったらいいかなって結構難しい街のイメージがあるんですよ、うん、東京の人から言うと。いや、どこ入ってもまあまあです、うん、大丈夫です、うんうんうん、まあ焼肉は美味しいですかね。ああ、鶴橋でした。鶴橋、はいはいはい、有名ですね。鶴橋はね、もう、かなりうまいです、うんうん、そんなに高くないしね、はい、うんうん、そういうぐらいかな。まあ、もうちょっと足を伸ばせばね、はい、ラーメンで言うたら和歌山ラーメンが、はいはいはい、それこそ井出商店という店が有名ですけどね。そうそう、ね、あのラーメンを待ってる間に鯖寿司を食うという文化があるんですよ。そうそう、文化、質問が来てます。はい、キャット77プログラムさん、はい、質問、餃子の王将星をつけたら何個？ニンニク強すぎる感じです。ああ、餃子の王将ですね、はい、餃子の王将には大阪王将と、京都の王将が2つあるんですよね、はい、兄弟店なんですけど、うん、そこで言うとね、大阪王将、っていうかあの大きい店の方は、うん、僕から言うと70点ぐらい、はい、でちっちゃいの店が駅前なんかにあるんですよ。それが、まあ、系列というかちょっと違うあの王将なんですけど、はい、そこは90点ぐらい。90点ぐらい、そうです、うん、100点ではないですけどね、まあまあうまいですよね、まあ、いわゆる東京の王将も今なんかもう王将芸人とか言ってなんか行列できたりしてますけどね、まあ、200円にしたらうまいよね。そうですね、家具にしたらうまい、うまいなとは思いますけどね。ホイコーロー定食と餃子とかね、食っちゃいますけどね、はい、つい食べ過ぎてしまいますけどね。で結構ね、あの餃子専門店とか東京にありまして、はい、結構美味しいですよね、うんうんうん、そうですね。餃子と僕はあの原宿餃子ローってね、あ大好きですね、うまいですね、あそこは、まあ、ねえ、ね、ラーメンのコーナーだったんですけれども、すごい長谷川先生の大阪食い倒れ講座になりましたけどね、まあ、そういうのもありですよね、うん、17公演もしてるわけですから、いろんなところでいろんなもの食べましたか。食べました。サヌキに、あの先、土曜日にサヌキ行った時、はい、シャッキリしたぬきうどん、サヌキうどん、はい、食いましたよ、ね、安いしね、地元の美味しかったですよ。美味しいですよね、うん、吉田も好きなんですよ。あ、そうなんですね、サヌキうどん、サヌキうどんうまいっすよね。あ、そう、うまいっすよ、ね、あの僕もあの何を隠そう、夏カレー、夏ですね、あの吉田君と2人であの高松出張行きましたけど、あうどんばかり食ってたね。そうですね、うどん屋さんばかりですよ。安いしさ、うまいし、そう、ね、早いし、そう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 、ね、多分那須さんに出てきますんでね、あれね、うん、うん、欲しいね、欲しいですね、うん、でも地元に僕らが分からないけど、はい、地元の人からしたらみんな味が違うっていう、あ、店店でね、うん、特徴確かにありますよね、うんうん、店ごとにね。僕からしたら、まあ、あんまり変わらんかなと思うけど、やっぱりこだわってますから、うんうんうん、あそこの製麺所は、こっちの製麺所は、ちょっとね、あれでね、これでねって、いろいろ癖があるらしいですよね。そうですね、うん、ラーメンと同じなんでしょうね、その辺は ね、 ね、 そうですね。山田屋っていうのはね、あのスカイツリーの空町に初めて出店してきて、ちょっと注目してるんですけどね、僕はね、あの高松うまかったんで、はい、うん、なんかいろんな話になりましたけど、はい、風見鳥行ってください。風見鳥ね、風見鳥ね、はい、はい、神保町すごい腹が減る、そうそう、なっちゃったじゃないですか、ねえ、ほんとうまそうに話をしますね、そうですね、美味しい話、講演ばっかりしてるだけあって、いやいや話が上手ですね。いや、そんなことないよ、滑舌が悪いです。でも絶対この話して公園でこの話をして、そこに銀だこのブースあったらもう満相当になると思いますよ、銀だこ食って帰ると思いますね、銀だこ食べたい、銀だこ CM 来そうですよね、これ来ますね、CM 来たら一緒に出すところ毎週食べて、便乗カリトロカリトロいいですね、はい、じゃあサザンのコーナー行っていいですか、はい、サザンのコーナー、はい、サザンのコーナー、今ですね、桑田さん、それこそ大阪城ホールで今やってますね、はい、昨日今日とやるみたいですけど、なんか昨日あれですよ、サプライズゲストで金本が出たらしいですよ、桑田さんがこう大阪の歌を歌ったら金本が入ってきて、うん、桑田さんの投げたボールを打つっていう、
なんかのがあったって聞きましたね。すごいですね。すごいね、なんか大阪らしいと。大阪らしいですね、うんうんうん。僕も大阪ドームかで一回ツアー見に行ったことありますけどね。うんうん、その時それこそボテージュでこう買って、もう開演前にガーってボテージュを食って見た思い出がありますけどね。大阪いいとこですよね。で今日は、先生に選んでいただいた曲で勝手にシンドバットという曲ですね。根本に戻る。そうですよ。ね。これから始まった。デビュー曲。1978年6月25日発売で。そうなんです、デビュー曲ですね。当時は一発やって言われてね、うん、こんな音楽聴いたことない、うん、もう入らないだろうって言われたんですよ。コミックバンドだって言われてね。そうそう、はい、ねえ、ところがところがすごかったんですよね。今や文化になっている、ね、もうこのタイトルが勝手にシンドバッドって言うんですけど、当時ヒットしていた沢田研二の勝手に仕上がれと、うん、あのピンクレディの渚のシンドバッドのタイトルを混ぜたっていうもうすごい舐めたタイトルなんです。確かに。そうだった。それを混ぜると売れるだろうっていうやつだったんですよこれ。そうだったんだ。で、もう歌詞が早すぎて何言ってるかわからないということで、夜のヒットスタジオで初めてテロップが出たんですよ。あっていう伝説もあります。そうなんだ、早口言葉みたいだもんね、うん、で発売日、この6月25日という発売日、もう34年以上前の話ですけど、はこのサザンのメンバーたちは仕事がなかったらしくて、うん、それぞれみんなレコードショップに行ってこのレコードを一番前に持ってくるという作業を一日中やってたらしいです。桑田さんが、あの桑田さんがそういう、すごい、ねね、努力があって今があるという伝説ですね、でね、ジョギパンでみんなでなんか事務所の社長に1万円持たされて、これでお前たち衣装を買ってこいとか言って、それこそ原宿でランニングシャツとジョギパンを買ってきて、それでテレビに出演したっていう。で前この番組で話したんですけど、その時にこう周りに入るとお客さんはもうサザンだなんて誰も知らないわけだから、でも盛り上がってほしいからっていうことで、桑田さんはその放送の前に酒をその人たちに振る舞いましてですね、この酒を飲んで僕たちの間に盛り上がってくださいというずるい考え方でですね、まあ、番組を盛り上げたというね、いう歴史のある歌ですよ。もともとはなんかザ・ピーナッツの恋のバカンスみたいなゆっくりした曲だったらしいんですけど、それでは売れないということで、サンバ調にしたという歴史もありますけどね。そんな勝手にシンドバッドですけど ね、いいですよね。歌いにくい曲かもしれないです、はい、まあ、伊勢隊長やったら大丈夫かな。いや、お任せください、はいはい、これをじゃあみんなで今日盛り上がりたいと思います、大阪の話も散々しましたけども、神奈川県の曲ですけどね、はい、茅ヶ崎やつ。じゃあやりましょうか。はい、いきましょう。イエーイ。1, 2, 3 La 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 砂混じりの茅ヶ崎、人も波も消えて、夏の日の思い出は、じゃあ一人だけ逃げたのに、にしても涙が止まらない。どうしよう、うぶな女みたいに、ちょうど今夜は熱く燃え込ます。さっきまで俺一人頭を出してたのに、医者のハートの虫の色から浮かぶ月になら見られない。お目にかかれて、えっ、言わないで、それだけちょっと待ってて、イメージ、まだ早い、不思議なものがあったと見れば、胸騒ぎの腰つき、胸騒ぎの腰つき、胸騒ぎの腰つき、あ、みんなは君だ。先生すごいですね、腰つきが腰つき腰つき腰つきが、いつになれば将来恋人に会えるの、お互いに身を寄せて、一番の人を見かけて、
江の島が見えてきた。俺の家も近い。雪国の女なんて目を見に忘れてしまう。さっきまで俺一人肌褒めでしてた時じゃなかったのに、口の色が漂うギャップ。好きになら気が出ない。お目にかかえて素晴らしい。それ大体ね。素晴らしい。ちょっと待ってて。素晴らしい。まだ早い。不思議な音あったのに言えば。皆さんは気の落ち着き。皆さんは気の落ち着き。皆さんは気の落ち着き。子供らしか今夜は波の音でしたわ。先生ありがとう。ごちつき。大盛り上がりじゃないですか。大盛り上がりでも田中さんすごい田中さんすごい勘の振り方でしたね。ありがとうございます。盛り上がっていただきまして先生大丈夫ですか。あれはぜいぜい言ってないですか。大丈夫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 です。先生がこんな腰振ってんの初めて見ましたからね。腰つそろそろ立てそうでしたけどね。惜しかったですね。サザンがこんなにすごいとは思いませんでしたけどね。さあ、55分ぐらいですか。はい、じゃあもう一度告知してもらいましょう。じゃあ吉田君から告知しましょうか。あ、はい、本の方ね。はい、うん、はい、今日のこの長谷川康乃先生が書かれた命のカウンセリング、あ、こっちか、命のカウンセリングとその続編の車椅子が教えてくれたありがとう、はい、両方とも書店さんで好評発売中ですので、ね、はい、ぜひ、うん、長谷川先生にご興味いただいた方もですね、うん、はい、読んでいただければと思います。ありがとうございます、はいはい、それから先生の、連載が、あ、そう、今日、はい、今日から、全国紙でもある日刊工業新聞のコラム、はい、今日買っていただいたら、はい、出てます、はい、5週連続でね、コラムを書かせていただくんですが、はい、僕がそんな新聞のコラムを書くなんて、はい、これのおかげでございます、はい、どんなコラムを書いてますか。やっぱりメンタルヘルス自殺のことですね。僕がずっと訴え続けてきたことを、はい、新聞の方でも書かせていただけてるっていう、ね、これもありがたい話なんですけれども、うん、ね、でまたね、雑誌の方もいっぱい、そうです ね、 ね、はい、本デビュー、本、テレビデビュー、新聞デビュー、雑誌デビュー全部果たしましたね、これ、はい、はい、そう、それもね、ユーストデビューも果たしましたね。ユーストデビューもやりましたからね。ね、もう雑誌も出るんですよね。雑誌がね、今度、そうですね、1月に出ますよね。PHP さん、PHP っていう、で特集組んでくれてる、そうですね。あ、確かここでここで取材やりました、ね、取材やりましたね。ここで撮った写真が出るんじゃないですかね。そうです ね、 ね、元旦の正月号の顔になりました、はいはい、ファクトリーありがとう。ありがとう、ね、ただで貸してくれてありがとう。ありがとう、宴会するときここで吉田も使います、ここ、はい、僕も皆さんも使いましょう、はい、ね、皆さん来ていただくと僕らの誰かがいるかもしれません。いるかもしれません。本当少なくとも僕はもう2週に行ったら必ずいます、ね、はい、はい、うん、そうですか。他大丈夫ですか、告知は、うん、ただ、はい、最後に本日夜23時から23時半、はい、フジテレビのオデッサの階段に高校生役で出ます。高校生役ですよ。高校生役ですよ。さっきは弁護士だったのに。弁護士やったのに。30秒ぐらいの短いシーンですけど見てください。僕、ね、見る、お願いします、はい、ドラマも告知してよ、もう一回、もう一回、もう一回、1月、来年の1月7日から、昼の1時半から2時まで、フジテレビ系なので、東海テレビなんですけど、はい、フジテレビ系で、揉める火山に和服着たる、主演は、白石美帆さんです、はい、で、弁護士役で出てます、はい、多分結構、
わかると思います。いやもうこれはね、今30を上げて応援してますからね、僕もね、まあ、車椅子で僕は空飛ぶはもちろん見ましたけども、連ドラってなかなか時間になって見れないんですけどね、俺は見るよ。僕も見ます。しかも毎日やるんだもんね。そう、ハードディスクパンパンになっちゃう、今度見ない。全何回してたっけ？60回。全60回。すごい、タイガーとマンじゃないのってぐらいね。60回もういっぱいなんですけど、毎日、まあ、朝から夜まで撮影があって、うん、同じ日にずっと1話撮るだけじゃなくて、1話撮ったと思ったら次5話みたいな。あ、裏元が撮るんだよね。もうなんか頭とかもわけわかんない。レンドラはね、これはみたいな、何に繋がるんだみたいな。頭良くなるかもしれないです、ね、売れっ子森美春菜ですよ。春菜ちゃん、ね、もうすごいね、どんどん世界に羽ばたいていく。羽ばたいてほしいです。先生も羽ばたいてるじゃないですか、今全国に。はい、ありがとうございます、ね、吉田君の本もいっぱい出てるんです。そう、実は、ねね、吉田君は前には出てこないけど、吉田君の本は必ず毎月出てます。毎月出してます。まあ、朝出版の本を見たら吉田君の本もあるよということだよね。そうですね、そうです。売れっ子編集部ですから、ね、最近椅子がいい椅子になりました。そうなんだ。その前の椅子がひどい椅子だったんですね。どんな椅子だったんですか？すごい椅子だったよね。なんかパイプ椅子、パイプじゃないんですけど、この下のなんかクッションみたいなのがずっとこんな姿勢悪く座ってた。だんだん前の上に剥がれていって、これはちょっとっていうのをちょっとこの椅子、部長にこの椅子ちょっとどうにかなりませんかと言って買い替えてもらいました。椅子で思い出したんですけど、うちは私あのマネージャー、女性のマネージャーがすごいこうやって、はい、こうやってやるのが仕事です。姿勢が悪いんだ。ついに壊れて後ろに倒れたっていう。バックドロップや。それが気をつけた方がいいですよ。それ並みの椅子だったんですね。ですね。だから長谷川先生のおかげで、椅子が変えたよって言い話でしょ。車椅子のおかげで椅子がこう、そういうことです。そうか。いろいろいいことがあったよ。椅子絡みやね。椅子絡みですね。やっぱ車椅子も椅子もやっぱ座るものは大事っていう。大事です。そうだね。ケツに悪いですから。そうですね。ね、ここの椅子もね、なんかね、イギリスのね、小学校のね、椅子をなんか取り入れたって言ってましたよ。すごい。洒落てますよね。洒落てます。小学校の椅子をなんか入れたりして、洒落てるんですよ。はい。私のアルバムの紹介させてください。ナップザックスのメリーというアルバムが発売中でございまして、はい、クリスマスのスタンダードソングをサザン風にアレンジしたというアルバムになっておりまして、いよいよクリスマスもね近づいておりますので、今日12月13日あと10日間で恋人できるかな、みんな頑張ってよ、ね、ということでぜひぜひお求めください。あと、12月の27日にですね、渋谷のテラプレーンというところでナップザックスの大忘年会ライブとかやりますので、私のブログの方チェックしてみてください。その日はですね、そちらのテラプレーンで、今3時の生放送の方もやりますので、楽しみなんですよ。スタジオライブ付きで、面白いんですけどね、いろいろありますよ。年末ですけど、なんか今年の年末は少し余裕があるかなとか思ってたけど、結局忙しくなっちゃったね。そうですね、本当にシワストはよく行ったもんで、絶対忙しくなりますね、年末に。何なんですかね、これ。何なんですかね。あ、クリスマスは何をして過ごしますか。お、クリスマス、あ、実は仕事。お客さんがあのカウンセリングの方に勤しんでおります。クリスマスカウンセリング、クリスマスカウンセリング、はい、かっこいいのかはい、やってます。カウンセリングをされたいときは先生のホームページに行けばいいですか。そう、ホームページから申し込んでいただくと、申し込めます。面談かスカイプか電話、はい、どれでも選べるんで、料金もいろいろありますんで、はい、そのコースを選んでもらって、申し込みしてください。2、3候補を挙げてね、日にちのってことですか。そうそう、そういうふうにフォームがなってますんで、はい、日時を入れてもらって、それとすり合わせて会う時間でカウンセリングを行います。なるほど、うん、まあ、電話、スカイプなどは、結構ね、すぐに行けるんで、うんうん、大丈夫だと思いますんで、はい、ぜひとも申し込みください。はい、はい、さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい、ラーメンミュージシャン井出隊長の今3時総年大体でございましたけれども、先生いかがでしたか今日は。ああ、面白いですね。あっという間でした ね、また次本書いて出たいです。もうぜひ本書いてください、はい、吉沢コキ使っていただければと思いますけどもね、はい、私のラーメンブログ隊長西は、ライブドアで日々更新中ですので、お近くのラーメン屋さん探しにぜひぜひ使ってみてください。はい、来週はですね、原宿のアジトさんから
木曜日の15時から生放送で、来週のゲストは、本屋さんで本当にあった心温まる物語、朝出版から出てましたけども、そちらの著者の川上哲也さんが遊びに来てくれます。はい、楽しみにしてください。はい、今日のゲストは車椅子のカウンセラーの長谷川康三さんでした。そして編集担当の吉田慎君でございました。ありがとうございました。アシスタントは森見春奈ちゃんでした。ありがとうございました。そして私出隊長でお送りしました。ではまた来週。さよなら。